アンニョン。アンニョン。前回の動画の続きなんですが、オホラの除去のやり方やっていきたいと思います。で、前回してたネイルがこちらなんですけど、今回はこのネイルを取っていこうと思います。で、ネイル外すために必要なもの3つだけで、普通のネイルのリムーバーと、あと最初から入ってる木の棒と、小さいガラスのコップとか入れ物があればこれだけで十分です。じゃあ早速ネイル外していきます。でまずチャミスルのグラスに除光液入れていきたいと思います。で入れる量なんですけど、まあ、結構適当な感じで、あの木の棒がちょっと浸かるぐらいでいいかなと思います。で15秒ぐらいですかね、こんな感じでジャブジャブします。まあ、あんまりつけすぎるとね、おばあちゃんのふやけた手みたいになるので、適度な感じでつけてあげてください。でこんな感じでちゃんと染みていることを確認します。まずネイルと爪の間からググッと浸透させていきます。でポイントは地道にゆっくりすることが大切だと思います。ちょっともともと性格がねちょっと雑な方で、結構力入れてるように見えるんですけど、こんな感じで見ました？ドロンっていう感じで取れます。まるでね、顔の角栓をねプルンって出す時の感覚でめっちゃ気持ちいいですよ。じゃあ次人差し指していきます。でさっきと同じように周りから攻める感じですね。こんな感じで無理やりしちゃうとね、ちょっと爪が痛くはないんですけどね、痛いかなっていう気持ちですね。こうやってやっていくとちょっとプクってね泡が入るというか、こんな感じで空気が入ってくると結構やりやすいかなと思います。もうなんつうかいろんな角度から攻める感じですね。はい、またもやすっころこーんって落ちましたね。どうでもいい話なんやけどさ、韓国のアジュマのパーマってさ、多分それがステータスなんか知らんけど、パンチパーマ強いほどさ性格も、うん、やめておこう。トゥルーンっていきたいけど、たまにこうやってね不発する時があります。ゴムみたいな感じ残るけど、普通につけてあげたらまたトゥルーンって取れます。じゃーん、剥がした後も結構綺麗じゃないですか。で簡単におさらいなんですけど、木の棒を浸してサイドから攻めて、焦らずゆっくりトゥルリンチョっていう感じで、この4ステップで簡単キレストレスフリーっていう感じです。うちは爪と爪の生え際ですね、こんな感じで塗ってってから適当に伸ばしてマッサージしてます。なんか昔あったよね、こうやってこすり合わせたらココナッツの香りがするって言って匂わせて、で結局えブリッコみたいなやつ、うん、やめておこう。チョワヨヌルジュセイヨ。ではアンニョン。